では続きまして第2章ですよね。第2章いきますよね。OK。出陣します。あの流れはもう終わったということで、ね。いよいよだな。うん。頑張らなくっちゃね。次はこの3人ですね。あ、伊達政宗だ。トロ、ご乱心。これは。操られてる。伊達政宗もともと頭おかしいからな。きっと。そんな政宗公に限って。何にせよこのまま放っちゃおけない。うん。うん。見送りに来てくれたのかい？いや、先の調査のことを伝えに来た。うん。何があった？巨大な虫が出た。なんだ？怖い。まったく、それで説明したつもりかな。うん、トイレにゴキブリがみたいな言い方だったな。虫の形をした異形とでも言おうか。ほう、ヤマンバギリのそっくりさんの次は巨大な虫さんか。任せな、どっちも俺たちが見極めてくるぜ。巨大なヤマンバギリも出てくるかもな。なんかあれだな、このメンツだとやっぱ鶴丸さんがムードメーカーになりそうだな、雰囲気的には。一鳥橋の戦いか。騎士が検出されました。あんまりこう伊達政宗のあたりのストーリーってゲームでやったことないからいいな。父照宗が暗殺されます。政宗が乱心して家臣をなで切り。あ、そのシーンだったんだ。だいぶ土地狂ってたね。弔い合戦、連合軍の勢いをものともせず、伊達軍の快進撃が続く。伊達軍、撫で切りにされてんのにね。猛攻はとどまらず、伊達軍は圧勝する。さて、今之助。まあ、時間差行軍が手を出してんのか。最初くらいは手ほどき頼むぜ。わかりました。先ほど映っていたのは、独眼竜伊達政宗、うん。織田信長の死後あたりから活躍した武将で、初陣から3年で、お出森城の撫で切り、一鳥橋の戦いと勢いを示し、奥州にその名を知らしめます。有名な人だよね、すごく有名な人。とはいえ皆様、家中の伊達政宗についてはすでにご存知でしたね。ああ、僕らは伊達の刀だ。本来の流れはわかるよ。だから一鳥橋の戦い、この流れはおかしすぎる。新たな流れが検知されました、うん。歪んだ教授。はいはい。照宗の死の理由が時間素行軍によって歪められて、なるほど。ああ、政宗と家臣を仲違いしたからなで切りにしてたんだ。はいはいはい。まあ、照宗は死んじゃうんだけど、静止通り。うん。まあなんかその家臣が操られてるだかなんだかするのを止めりゃいいんだな。直前にお父上を亡くすなど窮地にあってね。でも家臣団の助けでこの戦いを切り抜けたはずなんだけど、本来あるはずのない歴史ではその家臣らを切り捨てていた。あれじゃ自滅してしまうよ。時間素行軍だろう。ええ、どうやら父を失うことを家臣団の企みだと思わされているようです、うん。なるほどね。周囲の将たちも干渉を受けているってやつかい。君周りが雪だからなんかこうあれだね、染まっちゃうね。そう判断していいですね。まずは政宗の父伊達照宗が落命するより前の地点から調査してください。おーい。奥羽の勢力を争う畠山氏と伊達照宗の会談、介入を疑うならこの辺りが良いでしょう。俺は時間素行軍を撃つ、それだけだ。君はなんかいつも俺は一人でやるとか、一人で十分だみたいな。慣れ合う気はないみたいな、もう絶対そういう主張をしてくるよね。
時間素行軍は少しは成長するんかな。武将にも干渉する。もしかしたら。どうした密謀。密謀って言われてんだ。戦う気がないなら置いていくぞ。そう言わないでよカラちゃん。戦う気ならちゃんとあるからさ。あーいい笑顔。一緒に頑張ろう。そうだぜ。何せ久しぶりの出陣だ。戦場での驚きを分かち合おうじゃないか。鶴丸さんの手袋こんなになってたんだ。あほら出た。慣れ合うつもりはない。こればっかり。さて、まあ、お送りから使えば絆がアップしやすいっていうあれがあるから、お送りから持ってくかな。3人いると誰持ってこうかなってなるね。じゃあお送りからくんと、じゃあ食材切り。一緒に頑張ろうね、カラちゃん。政宗と小十郎は味方という扱いなんだね。で、重真とか留守政影、うわあ、なんか懐かしい。俺それ信長の野望伊達家でやったことあったな。この辺の家臣団なんか懐かしいな。結構前だったんだけど伊達プレイ、あれいつだっけ、高校生の時かな。そんぐらいにやってたけど懐かしい名前だな。さあ行くぞ。俺は誰とも慣れ合うつもりはない。もう腰のこれかっこいいな、腰の装具。あ、ちょこちょこ柵があって歩いてる、ね。時間素行軍の干渉を受けた将たちがどこかへ向かっているようだけど。ゆっくり歩いてる。あそこは政宗公がいる部屋だな。立派なお屋敷だな。噂話でもするつもりなんだろうさ。はいはい。止めに行くぞ。しかしこの編成での任務はいつぶりだ。妙に気分が高揚するよな。戦に出ること。とりあえず切ってけんじゃん。でさ、この大栗からくんのこれ通常攻撃。あー見えづらいな。この5段目あたりにこのキックが入るんで、キックかっけえ。キック順調順調。ぶっきらぼうな感じがいいね。もちろんかっこよくね。お、かっこよくね。まあ出て出て向かってって。おう、時間素行軍の干渉を受けた将が伊達政宗に近づいています。急いでください。あの向こうの奥の方から先倒すか。キック出るね。連撃結構内刀だけど豪快な動きも入ってていいですね。残りは一人だな。そいつも政宗公の部屋に着く前に止めてやろうぜ。結構簡単そうなミッションだな、これだけだと。敵もそんなに出てこないし。あ、けどあれだな、あんまりゆっくりやってると間に合わなくなっちゃう。これあの攻撃中に押し出して判定が政宗の部屋の前に行っちゃってゲームオーバーとかならないよね。大丈夫かな。ちょ、この辺で戦おう。この端っこの辺りで重座にいじめよう。ほらほら、どうした。毛虫の兜どうした。ないのか今日は。時間素行軍の干渉を受けた将は片付けたぜ。政宗公の耳に妙な話が入ることは。毛虫ムカデだっけ。畠山義継に動きなしか。あ、そういう声な。ここで無意に時を過ごす必要もあるな。政宗さん、家臣が裏切ろうとしてますよ。政宗さん、追いかけて悪いことしてます。新たに時間速攻軍に出現しました。続きがあった。時間速攻軍の連中も諦めが悪いな。今度は階段中のテルムネコを直接襲おうってか。政宗公を追ってみるよ。今は
こいつらの相当だ。はい、相当します。話にならない。えらい、さて、いいキック。残りは、直線はなんかガトツみたいな技なんだ。実戦での勘がそろそろ戻ってきたか。他でもない。使うか。俺は一人で戦い抜く。また言ってる。誰の手も借り。ソロプレイが好きなのかな。俺一人で十分だ。ソメレコに関わる歴史だ。しっかり守りきりたいよね。姉妹でいいな。あ、絆レベル2になった。慣れ合うつもりなどない。絆レベル2になったよ。君が慣れ合うつもりがないようでも、絆レベルはしっかり2になってるよ。悪いけど。時間素行軍も奴らの干渉を受けた将ももういなくなったみたいだ。ああ、俺たちも退散するとしよう。へえ。これで政宗公の乱心は防げたか。ん？今のは？殿！なんということ！そんな！テルムネ様！義杉様！お気を確かに！マサムネ公がテルムネ公やってんな。畠山義継もろとも。そうそう、あの畠山さんがテルムネ、人質のテルムネを、手出せないでしょってやってて、こうテルムネがわしに構わず撃てみたいに言ったのかな。だ、あれなんだっけ、魔漢光殺法をナッパに撃つ時のあのシーンだね。そんな感じの流れがあったわけだね。今之助、伊達テルムネの死自体は生死の範疇ですが、さて、本来の流れなのかそうでないのかは調査あるのみです。もう実際に見てないもんな。やれやれ、やっぱり一筋縄じゃいかないってことだな。頑張ろう、鶴さん、カラちゃん。政宗公の歴史は僕らが守ってあげなくちゃ。人にあだ名つけるのが好きな人なのかな。銃声が響いた。うん、それは合ってるんだけど、どうなんでしょう。あ、いいね。なんか素材ももらえる素材も出てきた気がするね。二章ともなると。さて、ミニゲームでもするか。絆会話が出ると思ったんだけど、分かったよ。ちょっとまだあれみたいだな。進めないとダメみたいだな。絆レベル2だから多分解放されるとは思うんだけど、少しストーリーを進めたら見られるのかな。畠山氏を倒した後も、本来の流れでは政宗公は四面楚歌の状況だったはず。うん、なんせ連合軍が結成され襲いかかった。圧倒的劣勢でギリギリ命を拾ったようなものだ。そうなのに妙だよね。この流れを見るに伊達軍が連合軍を押してるみたいな。まあ時間素行軍が伊達についてるだろうな。政宗公についたか。まったく何が起きているんだかな。政宗はそういうの平気で使いそうだからな、ま、何はともあれここで連合軍に敗走されちゃ困る。政宗公には悪いが、はいはい、戦況ひっくり返させてもらうぜ。新たな流れが検知されました。はいはい。まあなんかこの感じだと結構たくさん出てきてくれるのかな敵。このシナリオは
この伊達シナリオは最上とか佐竹とかあれかな、こういうキャラで出てきたりすんのかな。あ、ヒューガくん、ヒューガくん来たら使わなきゃな。わかったよ。ヒューガくん来たら使いたいよな、せっかくだからな。お、ヒューガとかい、よろしくね。あ、仲いいんですか。伊達軍の拠点を制圧、普通の無双みたいなマップだね。あ、佐竹、あ、佐竹は普通の佐竹くんだ。はい、行きましょうか。いや、日向正宗手に入れたんですよ、本家トーラブでね。2月7日ぐらいに始めて、あの北方領土の日でしたね、それぐらいに始めて。役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。ふう、まあ、なかなか手に入らないだろうと思ってたら、もうイベントで手に入りまして、もう大喜びよ。伊達軍の優勢を崩すには拠点を落とす必要がある。僕の一目惚れの相手、あれ、戦場には拠点と呼ばれる、あ、新しい要素がここに来て、拠点の中では拠点ゲージが出る。あー、拠点内で敵をいっぱい倒せば占拠できますと。で、その中に強敵がいたら、そいつも倒さないといけない。あ、いいじゃん、無双らしいね。いっぱい倒せばいいという素晴らしい作り。ヒューガ正宗かっこいい、好き。よし、拠点倒した。このマップは分かりやすく敵がわらわらしてて楽しいですね。あー、この技好き、この技かっこいい。ズワーッと、で次こっち行って、あ、これあれか、本陣か。マサムネ様、私に策があります。おお、出た、すごい兜。家臣の分際で俺に指図するな。俺はもう行く、あとはうまく計らえ。歩いてっちゃった。んよく聞き取れなかった。今の娘大会は本当にマサムネ子かい。マサムネはそんなもんなんじゃないのかい。今は拠点の制圧、拠点制圧すればいいのね。小十郎なんか端っこいるけど、よし、無双だ。行かせてもらうよ。おお、あー、くるーっと描いて、懐に飛び込めばこっちのもの。いや、いいですね。あー、カードアップありがたいですね。分かったかな。いやー、分かっちゃった、分かっちゃったよ。もういろんな世界が開けますわ。ありがとう。それじゃ最後の拠点に向かおうか。道中の敵も雑に倒して、いや、 やっぱなんか担当好きだな。動きがなんかスピード感あって面白い。おっと、手応えのありそうな相手のご登場だ。きれい、こう空中攻撃、ルチャリブレだね。さあ、もう一回やるぞ。行かせてもらうよ。うん、こんなにでっかい円描く必要ないだろうな。そのでかいがあの雲を倒してほしいんだよな。分かったかな。終わりで良さそうだね。はい、良いです。よし、調子が出てきたぞ。拠点の制圧完了っと。よし、これで大丈夫そうだな。じき連合軍が勢いを取り戻すはずだ。うん、ありがとう。
ありがとう、ヒューガ正宗。伊達君が窮地に。終わったな。ああ、ここでできることはもうないな。行くぞ。どういう風に広がってくんだろうな、伊達シナリオ。いえ、調査を継続してください。何？伊達軍の勢いが止まりません。演算結果は義士のままです。こりゃ驚きだね。初調査からしぶといじゃないか。さすが伊達家。なんかこないだね、こないだ、つい最近、もういつだっけ、ワクチン打ったんだけどさ、昨日か一昨日ぐらいに。ちょっと熱っぽくなってきた気がする。なんか、ぼやーっとしますね。ちょっと強くなったかも。うん。これは、ワクチンの影響か、このね、イケメンたちを見て盛り上がってるか、これどっちかですね。おにぎり作りまーす。それでは続けていきましょう。伊達軍の勢いがすごすぎるね。圧倒的な兵力差なんて今の政宗公には脅威でも何でもないみたいだ。あれかな、官兵衛みたいに政宗にもなんか取り付いてんのかな。本来の流れより突出しすぎているのもこの先にとっちゃ考えもんだぜ。関白豊臣秀吉は、この頃紀州四国の平定に夢中で欧州には手をつけずにいてくれたんだが。ああ、そうね。あんまりこう進んでったらこっち来ちゃうかもね。秀吉が押さえつけにかかれば伊達は一気に失墜か。今伊達軍の猛攻を止めておくべきだ。新たな流れが検知されました。はい、いいね。だが早すぎる竜の飛翔は早晩の失墜を招くだろう。よく伊達政宗はあと10年とかだっけ、なんかもっと早く生まれてれば天下取れたかもねみたいに言われがちなんだけど、この段階でめちゃくちゃうまいこと言っててもそれはそれでって感じなんだな。まあ伊達くんは結局のところ、まあ、関ヶ原の戦いとかの後も生き残ってずっとね仙台藩でうまいことを食いつないでったからね、天下は取れなかったけど、まあ、ここで乗されちゃったら、あ、長谷部が来たか。ここで乗されちゃったらちょっと違うよね。どうしようかな。この辺のメンツも使いたいんだけど。悩むな。ここ支援来ると悩んできちゃうな。まあ、せっかくだから。かっこよく行こう。食大切りさん。使いますか。長谷部は帰っていいよ。いたな。白石読めないんだよな。宗美って読んでたわこの人。白石宗美って読んでたわ。なんて読むんだろうね。よいしょ。じゃあこれをぶっ倒しゃいいんだな。なんか普通にこのシナリオは伊達軍と戦ってる感じで楽しいね。掲げて。あ、あれかな、動画で、このままじゃない、動画でタッチ使うの初めてだったりするかな。タッチは内刀とか探検に比べたらちょっとゆっくりな動きだったりするんだけど、その分一撃が重いみたいな。あら、あー、連撃が止められた。もう連撃を出すまでも時間かかるんだ。僕としては割と探検とかの方が使いやすかったりするんだけど、まあ、結構攻撃と攻撃の間に時間が挟まるんだよね。あ、やるか。いつでも行けるぜ。
がしくん、政宗様にあだなす者どもめ、わしが討ち取ってくれる。鬼お庭さんがね強いんだよね。まあ、このゲームではモブなんだけど、もう猛将って感じ。政宗公がここで勝利してはいけないんだ。我が軍が伊達軍を押し返し始めた模様。どうか本陣へ。わかった。すぐにも。すぐにも。だら。どっちもね金色だ。これでも神々しいね。あー出た、これでも実戦抜きでね。よし、どうしよう。手はずは整っている。倒しちゃいけないやついるな。あとは落ち着いて時を待つ。だがもし伊達軍がここまで来たら、あ、白石宗美倒しちゃいけないってなってちょっと順調すぎる気がするけど大丈夫かな。師匠片倉小十郎がいながら、無策のまま終わるとは思えないな。離れ小島に武将がいる扱いになってるね。右上のミニマップによると。政宗様のためにも。あ、倒していいのか。引くわけにはいかん。おお、もう一回出てきたか。あ、いいね。なんかこう扱いいいね。こうモブ武将の扱いがいいとちょっとね嬉しくなるんだよね。猛将は猛将として扱われてるみたいな。この人なかなか能力値高いんだよ。あの白石くんはねそうでもないんだけど。あ、倒しちゃいけないらしい。じゃあうろうろします。生死で政宗公が生き延びたのは家臣たちの献身あってだな。頭が下がるぜ。綺麗。ちょっとあの倒しちゃいけない子がすごいついてくるんですけど、あっち道あるの？ない。絶対あるのに、絶対あるのに行っちゃいけないことになってる。このすけ、このすけさんよ、どの辺行ったらよろしいですか？策を小十郎がなんかしてて、だからこの橋を、人が橋を渡ってる時にめちゃくちゃ橋を落とすとか、うん、小十郎の祈祷によってめちゃくちゃ雪崩が吹き込むとか、どっかで起きるんだろうな。でっか花。あ、でも 20% になったな。いいですね。見て回る。お、本陣なんかあんの？60%。政宗様に敵対する。わあ、ついてきちゃった。覚悟せよ。伊達に害をなす前に葬ってくれる。本陣に連れてきちゃった。鬼には下げつ殿。じゃあ私は伊達軍の味方だ。驚きだ。内通者が潜んでたってことか。じゃあ、なるほどね。こいつも抑えとかないとな。決めよう。そうだよ。そういうことか。いや、これ気づきにくいな。普通本陣に連れてこうとか思わないしな。まさか、義重様を裏切ることを選んだばかりに。残念だったな。一度引いて体勢を立て直すべきか。だが決して逃げはせぬ。政宗様のため必ずやしなりを務め上げてみせましょうぞ。いや、いいね。なんか宿老って感じの、この宿将って感じの。引いてなるものか。いけません。これ以上は御身にも危険が。私が結露を開きます。小十郎出てくるかな。どうか撤退を。伊達軍いいね。かっこ力がみなぎってくるのを感じるよ。あ、クロストーク。よし、伊達軍が撤退に転じた。今度こそ生死の流れ通りになっただろう。だが、だけど、分かっけど、ああ、
政宗公の様子を見に行こう。曲がかっこいい。はい、完了。お見事。なんとか退却できましたね。そうですね、すごいよねこの兜なんかもうあのあれ なんていうの外場みたいのくっついてる。左月殿も政宗様のお命を守れたのならば本望にございましょう。家臣の働きで拾った命大切になさいませ。お家のためにもどうか。うるさい、気が立ってるね。政宗様下がれ、ベラベラと煩わしいわ。分かっていないのはお前たちよ。俺には天地をひっくり返せるほどの才があるのだ。そぎ落とすべきものはむしろ生半可な情だ。こうやって見ると兜の三日月すごいな、長さが肩幅膨れ上がるようななんか感じで、ちっちゃいドアとかくぐれないよね。不甲斐ない父を撃て、波動を目指せと俺に囁いた声があるように。やっぱ囁かれてるわ。そういうの信じちゃうんだもんな、みんなで。俺のそばには何人たりとも近づけるな、小十郎。お前もだ。結局政宗と戦うことになりそう。あんなことをおっしゃる方だったか僕の印象ではそうですけど。一体どうされたというのだ。まるで僕の印象では戦国土俊四天王の政宗くんなんですけど。もののけにでも疲れているような。もののけ、まあよう潜入してるわ。いいところをついているんじゃないか。第五部隊が言っていた、時間素行軍の干渉を受けた人間にはおかしな動きが見られた。現実の政宗も時間素行軍の影響を受けてたんじゃないかな。すごいんすよこの人。人が大事にしてる壺かなんか平気で割って喜んでたり、朝鮮出兵に行った時に手に入れた向こうの宝物のなんか巻物みたいなやつ、細川忠興と一緒に、あ、これいいじゃん、これ半分こしようぜっつって真っ二つに破いたりして持って帰ったりしてあの人すげえんだよな。やつらを率いた黒田官兵衛は大きな障壁になったらしい。政宗公もそうなろうとしているんじゃないか。一鳥橋の戦いがいつぐらいだったか覚えてないけど、ここに来るときに1580みたいな感じに出てきてたから、あれかな、本能寺の後ぐらいだよな。あ、そうだ、秀吉がどうとか言ってたもんな。本能寺の後だから何年代ぐらいなんだろうな。多分今政宗二十歳とかそれぐらいかな、20代でもなんかあら20ぐらいじゃないか。そこまで、一度本丸へ戻るぜ。もろもろ整理する必要がありそうだ。まあ伊達政宗、伊達家の歴史については全然詳しくないので、伊達政宗のことしか知らなかったりするんだけど、せっかくなんでね、こうやって情報を落としたりしたくなっちゃいますね。マニアの差が。俺の物語が拡充されていく。なんかあれだな、まだ出番来てない人たちが結構強くなってきたな。レベル上げとかしてたからね。